皆さんお疲れ様です。ハッチョコです。エリナです。エリナです。お願いします。じゃあ今日は1月のお気に入り紹介です。1個目、イソップのボディスプレーです。また香り物を買ってしまいました。前、イソップで商品を買った時に、この形状のものを袋にシュッて、うん、最後にやってくれるやつ、そう吹きかけてくれてすごいいい香りだったから気になってたんですよ。でね、これ2本あるんですけど、こっちの香りがより好きだったのでこっちを買ってみました。もう1個がハーブ系のやつなんだけど、こっちは普通のイソップボディスプレーっていう名前で、香らせてよ、忘れてた。あ、いい匂いする。そうイソップの、そうイソップなん。でもなんかあんま、なんだろう、植物って感じではない。そうだね、オーガニックっていう感じではない、過ぎないというか、わかる。ベチバーとかコリアンダーっていうちょっとスパイシーな香りって言われました、でボディスプレーなのでそんなに香りの持続はしなくて10分20分ぐらいって言われたんですけど、意外とね、体感ではもうちょっと残るかなって感じ。私が持っているヒュールっていう香水にも合いそうだったのでこちら買ってみました。2つ目、アディクションのリップです。これは無重力リップで有名なリップなんですけれども、ちょっとついに買ってしまいました。13番の色味を私は選んだんですけど、こんな感じの色味になっています。あ、すごい、私にで、これがボルドーブラウンっていう風な色味になっているんですけれども、今塗ってんのがこれですね。これ買って立ってないから、めちゃくちゃその落ちづらいかなっていうのとかはまだ測れてないんですけど、結構レビューとか見ると落ちづらい、落ちづらいですか？落ちづらいと思っています。彼女も持っているんですけれども、落ちづらいということでした。で、なんか公式サイトで見てみると結構、あの赤みのないブラウンに見えるので、ね、モデルさんが塗ってるやつ、でも結構本当に赤みあるかなって私は思いました。で、最初に薄く塗ってポンポン伸ばしてからちょっと内側だけ濃く重ねるっていう感じで塗ってるんですけど、もう塗っちゃった方がっていうか、結構暗めの色で発色させた方が私はめっちゃ好きな色だなって思っています。ちょっとマスクの季節なので落ちにくいものを買ってみました。異質なものを持ってきました。はい、こちらがスイッチボットハブミニというものになっております。何ですかそれは何ですか？こちらなんですけど、スマートリモコンと言われるもので、この子に、この子って呼ぶけエアコンつけてってシリとかに頼むと、このハブを経由してエアコンをつけてくれるんですよ。なんか1個だけじゃなくて、電気もいけるし、テレビもいけるし、エアコンもいける。赤外線のリモコンなら全部対応してるので、全部リモコンはここに入れました。これを電源に挿して、でシリとかに覚えさせて声で全部命令できるっていうようにしてます。すごい、ちょっと通じたかな。このスイッチボットとスマホはインターネットを経由して接続してるんですよ、なんか Wi-Fi を最初につなげるんですけど、なんでこれが家のコンセントに刺さった状態で出てくれば、外出先から家のエアコンをこっちでつけておくっていうこともできる。すごっ。そう、ちなみに私はシリに暑いって言ったらエアコンが消えるようにしていて、シリ暑いって言って、そうそうそう、いや友達じゃん次こちらです。ではボタニストのシャンプーなんですけど、最近買ったものですね。そりゃそうかシャンプーがたまたま切れそうになってて、ちょっと何を買おうかなと思った時に、なんか美容師さんで YouTube やられてる方も結構いて、でなんか市販シャンプーおすすめみたいな結構出してる人がいたんですけど、なんかいろんな美容師さんがこれがいいっていう風に言ってたので今回これを買ってみました。これはダメージケアシャンプーなんですけど、ここに入ってるペリセアっていう成分がいいらしくて、なんか髪の毛につけておくとなんか補修してくれるっていう成分らしいんですけど、それがめっちゃいいっていう風に美容師さんがおっしゃっていらっしゃいました。シャンプーだけだったのね、その動画に出てきたのが。でもなんかセットでちょっと買ってみようということでトリートメントを買ってみました。で、香りがめちゃくちゃいいのよ、ね、これはアイリスとフリージアの香りっていう、ちょっとこれはこっちの方がいい匂いするあんま分かんないと思う微妙そうそうそう、なんかアイリスとフリージアの香りっていうお花の香りなんですけど、華々しくないというか、結構爽やか系でなんかモテそうって感じ。モテるのか。モテるよ。でこっちのトリートメントがピオニーとベリーの香りなんですけど、なんか
このシャンプーに比べてこっちの方がなんかベリー入ってるって言ってるけど、うん、なんかめっちゃこっちの方が本物の花みたいな匂いがする。あ、そうなんだ。そう、これを使ってシャンプーするじゃんその日で、なんかこう寝る時にさ、こうめっちゃいい匂いするのね。うーん、だから、ね、お気に入りです。はいはいはい。ボタニストってノンシリコンだと思うんですけど、はい、なんか髪がきしんだりとかないですか？うん、なんかうちもそのイメージあったのね、うん、今まで。なんかノンシリコンっていいイメージだけど、うん、なんかそのきしみとか出んのかなって思ったんだけど、うんうんうん、めっちゃいいよ。サラサラになる。サラサラですね。サラサラになる。なんか私結構髪の毛太い方なんだけど、うんうん、髪の毛めっちゃ細い人とかにはあんまり向かないのかなっていうぐらい保湿感があるから、髪の毛しっかりめでちょっとサラサラにしたいよっていう人におすすめかも。はい、はい、です。最後ですね。はい、はい、こちら毛玉取りです。こちらですね、東急ハンズで買ったんですよ。これめちゃくちゃいいわ。ちっちゃいのしか使ったことない。あ、本当に？なんか毛玉取りってすごい取れないイメージがあったんですよ。あ、確かに、うん、なんかね、それだったらハサミでチョキチョキした方が早くねっていう感じてたんですけど、うん、これめちゃくちゃ取れるのよ。その威力をちょっと今回お見せしたくて、うん、毛玉をために貯めたこの巾着をね、うん、見せたいと思うんですよ。あ、じゃあちょっと別で撮ります。こちら、はい、っていう感じでめちゃくちゃ取れるんですよこれ。本当だ。そう、ジョリジョリめっちゃ取れてんじゃん。そうなの、すごい。そう。これマジで良くて。毛玉取りってそんなすごいの？いや、多分ティファールが良くて。そういうこと。なんかそう、ハンズで何個か置いてあって試したんですけど、ティファールのが一番すごいなと思って買っちゃいましたね。この時期ってニットとか、うん、結構毛玉気になるものお洋服多いと思うんですけど、なんかそういうのってもう復活しないのかなって思ってたんですよ。まあ、確かにね。でなんとなく雑誌見てた時になんかこれめっちゃ取れるみたいに書いてあったんで、うん、試しに買ってみたら本当に良かったっていう代物になっております。でなんかこの風合いガードっていうのもついてて、うん、こう毛足が割と長めのものにはこういうガードをつけて、うん、アタッチメントみたいな感じですね。これでそのままガーってやればいい感じに取ってくれるっていうものになってます。あ、はい、最後の1個こちら、キールズのリップバームでございます。私は、ここが青いねミントのやつを買いました。うん、なんかちょっと前の動画でリップ探してるみたいなことを言ってたんですけど、うん、みんなちょっといろいろ教えてくれて本当にありがとうございます。あの、そこにはなかったヒールズをちょっと買ってしまいまして、なんかレブロンいいよみたいな言ってくれた人いたんだけど、うん、レブロンはもう持ってるんですね。うんうん、そうだからちょっとあのチューブのマジで本当に潤うよみたいなやつが欲しかったの、うん、だからちょっとキールズのやつを買ってみました。でミントなんですけど、香りもミントなんだけど結構スースー、うん、めっちゃミントなの。うん、本当だ。そうでめちゃくちゃスースーする。あ、そうなんだ。結構スースー。それは直塗りですか？直塗りじゃないんですよ、それ言いたい。このねチューブの出口の部分が、うん、結構リップバームとかってさ、こう斜めカットされてるやつあるじゃん、うんうんうん、そういうのって塗りやすいんだけど、うん、なんか本当にチューブの出口って感じだからこのまま塗るともうこことかがめちゃくちゃ汚れちゃうの。そっか。だからこう手に取ってこうやって塗ってんだけど、うん、こんな感じなんだけど、これなんかね、なんかベタベタしないのね。ちょっとオイルに近い感じ、だから塗って口にのせるとなんかサラサラしてでもしっかり潤うっていう感じで、朝まで潤していてくれるのですごくお気に入りでございます。はい、こんな感じで1月のお気に入り紹介いたしました。最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価、あとインスタのフォローもお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。